ヨーゼフ・メンゲレは、ドイツの医師、ナチス親英隊将校、親衛隊隊員、第二次世界大戦中にアウシュビッツで勤務し、収容所の囚人を用いて人体実験を繰り返し行った。実験の対象者や直ちにガス室へ送るべきものを選別する際には、SS の制服と白手袋を着用し、クラシック音楽の指揮者さながらに作業に当たったと伝えられ、 メンゲレの姿を見た人々からは恐れられた。人種淘汰、人種改良、アーリア化を唱えるナチス人種理論の信奉者であったが、その持論は全く異なった独特の思想である。愛称の別歩はジョゼフのイタリア語読み、ジュゼッペに由来する。戦後は南米で逃亡生活を送り、ブラジルで海水浴中に心臓発作を起こして死亡した。メンゲレは ドイツ南部バイエルン王国ギュンツブルクの裕福な農業機械工場経営者カール・メンゲレとその妻バルブルガの間に3人息子の長男として生まれた弟にカール・メンゲレ及びアロイス・メンゲレがいた大学時代はミュンヘン大学、ウィーン大学、ボン大学で遺伝学、医学、人類学を研究し1935年に 科学構造の人種間の差に関する研究で人類学の博士号を得た。1937年、フランクフルト大学では指導教官オトマー・フライ・ヘルフォン・フェアシューアーのもとで助手として遺伝生物学と民族衛生学を研究した。1938年には、更新郊外列の家計調査の研究で医学博士号を取得した。アウシュビッツ強制収容所にて、 撮影1931年、20歳の時に、バイマル共和国に反対する、右翼政治団体である、鉄カブト団に加わる。同団体は1933年の国家社会主義、ドイツ労働者等の政権獲得後、ナチス突撃隊に吸収される。その後、健康上の問題を理由に対談し1937年に、ナチ党に入党。1938年に、 SS に入隊。1938年から1939年まで6ヶ月間、チロルの第137参画家兵連隊にて義務兵役に就く。1939年、最初の妻となるイレーネと結婚して、息子を設け、リドルフと名付けた。1940年に武装新兵隊に志願、最初は予備医療部隊。 ついで第 5SS 装甲士団ーキング2軍医として配属され、東部戦線に従軍するが、1942年に負傷し、前線任務に適さないと判定された。1943年4月20日に新衛隊大員に昇進。この間、第1級、第2級鉄十字章、国色戦勝賞、東部戦線従軍記念メダルなどを授与された。 同年5月30日にアウシュビッツ強制収容所に配属され、主任医官になった。メンゲレはアウシュビッツに21ヶ月間勤務し、死の天使ともあだなされた。囚人の乗せられた貨車がアウシュビッツに到着した時、メンゲレはプラットフォームに立ち、降りてくる囚人の誰が仕事と実験に役立つか、また誰がガス室に送られるべきかを選別、指図した。 人体実験を行った理由は自分の出世のために実験結果をどうしても認めさせる必要があったからであるが、メンゲレは義務としてユダヤ人を淘汰させることが本当に正しいかどうかで葛藤していたと言われている。また、戦後生き残った生存者の証言によると、メンゲレはクラシック音楽を愛好し、選別作業中や人体実験の合間に口ずさんでいたと証言している。 ヨーゼフは、実験対象である囚人をモルモットと呼び、加圧室に置く、有害物質や病原菌を注射する、血液を大量に抜く、熱湯に入れて、麻酔なしで手術をする、様々な薬剤をテストする、死に至るまで凍らせる、生きたまま解剖をするなど、囚人たちに致命的外傷を与える実験を繰り返した。彼は、ナチズムの信奉者であったが、ユダヤ人に関しては、 アドルフ・ヒトラーや他の信奉者とは全く違った見解を持っていた。一般的なナチズムの信奉者は社会ダーウィン主義に基づきレト民族であると考えていたが彼の主張はエディート層にユダヤ人が多いことから世界で最も優れた民族はドイツ人とユダヤ人でありどちらかが世界を支配する。しかしユダヤ人が支配することを 私は望まないという極めて変わったものだった。ただ後年、息子ヘルマンが表したノンフィクション、ホティの中では野生生物の優勝劣敗の起手を例えに挙げて、ヒトラーたちとさほど変わらない優生学、先民思想を説いていたというアウシュビッツの第10ブロック。ここでメンゲレが実験を行っていたヨーゼフはまた双子に特別な興味を持っていた。 双子に対する実験は1944年に始まり、ヨーゼフの助手はプラットフォームに立ち、双子はいないか、双子はいないかと、叫び何千もの実験対象を集め、特別室に収容した。実験のほとんどは倫理を無視したものだった。当初の実験は体を比較するだけであったが徐々にエスカレートしていき、子供の目の中へ化学薬品を注入して、 瞳の色を変更する実験や人体の様々な切断、死体や性器の転換及びその他の残忍な外科手術が行われた。他にも、二つの同じ臓器が一つの体で正常に機能するかを確認するために、双子の背中同士を合わせて、静脈を縫い合わせることで人工の結合ソーセージを作ることを試みたが、この手術は成功しないばかり過端に悪性の 感染症に罹患させただけだった。この癒着した双子は目撃の証言も多く残され、二人は痛みに泣き止まないばかりか姿があまりにも見るに耐えなかったため、手術の3日後に両親によって窒息死させられたという。ヨーゼフの実験対象にされ実験から生還できた囚人たちもそのほとんどが解剖されて殺害され、役に立たない実験体は処分された。 双子たちはヨーゼフをおじさんと呼び、ヨーゼフも双子の特に少女を車に乗せて楽しげにドライブしたと言われるが、その双子たちも次の週には解剖台の上に乗せられたことを側近の医師たちも理解できなかったという。戦争が終結する直前に人体実験の証拠隠滅のために囚人を皆殺しにすることを試みたが、毒ガスが底をついたので解放している。この時、 約3000人の双子のうち180人が生き延びたが、後遺症や精神的ショックが後を引いた。ベルリンのカイザービルヘルム教会人類学、有生学研究所所長となっていた恩師、オトマル・フォン・フェアシュアーのもとへ、メンゲレが送ったトラック2台分の記録は後に破却され、メンゲレの仕事の全貌はもはや知られることはなくなった。 一方、オトマールは戦後告発されずに、ミュンスター大学遺伝学教授として、人生を、まっとうし、1969年に没した。2001年、戦後56年を経て、ベルリンを訪れた生き残りの8人の双子に対して、カイザービルヘルム教会の後継組織である、マックス・プランク教会の会長をフーベルト・マルクルは、謝罪した。 逃亡前1945年1月17日、ソ連赤軍がアウシュビッツ収容所を解放する直前、メンゲレはグロースローゼン強制収容所へ移り、さらにベルリンへ移った。ドイツ敗戦後は国防軍兵士になりすまし、陸軍病院部隊に偽名で紛れ込むが、ミュンヘン近郊でアメリカ軍の捕虜となった。しかし、本来 SS 隊員は負傷した時のために腕に、 血液型の入れ墨を掘ってあるところ、メンゲレはその入れ墨をしていなかったため、アメリカ軍はメンゲレが SS 単位だと気づかずそのまま解放した。その後、ドイツ南部のマンゴルディングの村に身を潜め、フリッツ・ホルマンの偽名を用い農家の住み込みとして、働く。この時、ニュルンベルク裁判では同僚であった、カール・ゲープ・ハルトラが被告として出廷しており、この裁判で、 メンゲレの名前も何度か挙げられていたが、連合軍側ではメンゲレはすでに死亡したものとみなしていた。この医者裁判によりゲープハルトラ7名は1948年に処刑されている。南米へ逃亡、メンゲレのパスポート1949年、戦争犯罪追及を逃れようとする元ナチ党員の多くとともに、メンゲレはアルゼンチンに逃亡し、中絶手術医など、 主治の仕事に就いた後、母国の富裕な家族の支えで、薬品会社の共同経営者になる。1954年、メンゲレは、妻、イレーネと離婚し、1956年には変名で、ドイツを訪れ、1958年に、弟、カールの未亡人、マルタと再婚した。なお、イレーネとの離婚の際、離婚手続きを行うために、ドイツ大使館に出向いて書類に、 本名で記載している。この書類と共に提出された写真が戦後、公式記録に残る唯一の写真となった。彼女と息子はメンゲレに会うためにアルゼンチンへ移る。1960年のアドルフ・アイヒマン逮捕以降、イスラエルの追求を逃れるために、チリのビジャ・バビエラなど、南米諸国を転々とする彼を追い詰めようと、国際逮捕状が出されるなどの国際的な捜査が、 行われた。しかし、ドイツ人コミュニティやこれらの政府の助けにより、様々な名で隠れ住んだ彼は逮捕されることなく、戦後35年間を生き延びた。メンゲレが1960年代に訪れていた、カンディド・ゴドイというブラジルの村では、ナチスの主張するアーリア人的特徴を備えた双子が次々に生まれる、現象が起きている。この村では1960年代に、 メンゲレ風の医者に薬を提供された証言が残っており、実際にこうした現象が起きていることから、メンゲレの実験が成功したと見る学者もいる。だが、孤立され比較的に近親交配率が高い小さな村で、双子が多く生まれるのは、カンディド・ゴドイだけではなく、しかもこの村で、双子が生まれる高い確率は1990年代までも続いていたため、 メンゲレが直接関係していた可能性は薄いと、ブラジルの学者は主張している。メンゲレは、パラグアイとブラジルで暮らしたが、自身の日記や会社の同僚によると、追跡の恐怖に怯えており、小さな物音にさえ動揺するほど、精神衰弱していたという。1979年、サンパウロ州ベルティオガの海岸で、海水浴中に、心臓発作によって溺死した。 1992年に遺骨からの DNA テストで本人であることが確認された。その後遺体は仮装され、ブラジル政府が保管している。2008年9月、アイヒマン拉致作戦に従事したイスラエル、諜報特務長の元工作員で、オルメルト政権時に閣僚であったラフィー、英ンがエルサレムポストとのインタビューで語ったところでは、モサドはすでに当時メンゲレがアイヒマンと同じく、 アルゼンチンのブエノスアイレスに潜伏していることを掴んでいたが、メンゲレを捕まえることによって愛マンが逃亡するのを恐れ、メンゲレ拘束には踏み切らなかったという。さらにエータンによると、モサドは情報提供者をメンゲレと接触させており、彼が不定期にブエノスアイレスに戻り、市内のアパートで妻と共に生活していることまで把握していたという。その時点で、 モサドはアイヒマンを拘束し彼の身柄を押さえていたが、メンゲルの拘束はアイヒマンをイスラエルへと出国させる段階でリスクになると判断し、この時は逮捕を見送った。アイヒマン逮捕が世界に知れ渡った後、モサドは再びメンゲルが潜伏していると見られるアパートを吸収したが、すでに逃亡した後であった。2年後、モサドはメンゲルがブラジルのサンパウロにいることをつかんだが、 再びメンゲレは逃亡し、完全に見失ったという。2007年9月17日、アメリカが主国ホロコースト記念博物館は、アウシュビッツで撮影された、これまで未公開のアルバムを公表した。その中には、これまで知られていなかったメンゲレが写った写真が8枚、含まれている。現在一般的に知られる、メンゲレの写真は異常性を引き立てるためにやや醜悪に、 映ったものが使われているが、妻をはじめとして、本人をよく知る人物は、メンゲレは、背が高く、ハンサムで親切な人物であったと評している。このことについては、実験体となった被害者も認めており、南米の同僚に至っては、アウシュビッツでの行為について、彼がやったとは思えない。やったとしたら、命令でしたのだろうと発言している。 戦後ついに死ぬまで逃げ寄せた著名な戦犯の一人である。モサドは彼の目撃情報を掴むたびに迅速に動いたが、そのたびにメンゲレは跡方もなく消えていた。これには、ナチハンターのサイモン・ビーゼンタールも、あと2年もあれば、彼を捕まえられたのだが年下を巻いた。存命中に息子をブラジルへ招待しており、当時の写真は現在も残っている。このことについて、 息子は警察に引き渡すなんてできなかったと語っている。息子が人体実験について父メンゲレに質問したところ、息子よ、お前も新聞に書かれていることを信じるのか。すべて嘘だ。お前の母に誓っていよう。決して人に危害をかけたことなどないと答えたという、ありがとうございます。